こんにちは、アートギャラリーハルキハウスの学装家をしています滝ひろ子です。今日もオーダーで作らせていただいた新作のご紹介をします。今回はですね、なんと、レースを学装させていただきました。ご依頼主のお友達が、レースの作家さんをされていまして、その方が作られたシルク 100% のレースの作品になります。これをお預かりした時にもうすごい手触りが本当に気持ちいい、でも触ってって言ってもらって、でちょっと触ったんですけれども、もう肌にこう吸い付くような感じ、張り付くような感じ。もうこれを作ったそのお友達の女性もすごくちょっとエロティックな人だし、このレースを触っているとちょっとムラムラっとくるようなちょっとエロい気持ちになったりするし、このレースを可愛らしくではないなくて、ちょっと大人の色気の出るような額装にしてほしいとリクエストをいただきました。とにかく柔らかいので、この柔らかさを額装をしても伝わるような方法はないかなと思って、いろいろ試行錯誤をしたところから始めてはいたんですけれども、メインとなる背景の色と素材をね、いろいろ、どんなものにしようかなと思って重ねてみたり包んでみたりしてたんですけれども、おっしゃっていた色気のようなものを出したかったので、メインに使った素材を薄い白鉢のベージュのサテンの生地を使いました。サテンの生地は本当に柔らかくて、こう光沢感があって、この女性の柔らかい白い肌に近いなと思ってこの生地を選んだんですけれども、この生地自体がそれこそ本当に傷つきやすくて、ちょっとね引っ掛けるだけでもう電線がピャッと傷がいったりとかですね、薄いのでもういろんなものの影響を受けやすいんですよ。本当になんかもう女性のお肌みたいになったんですけれども、苦労しながらこの生地を使った額装のデザインをいくつか考えていきました。素材が美しいもの、素材自体が美しく光っているものについてはデザインはシンプルなのがやっぱり一番いいなって結局思ったので、シンプルな形にして、レースの方はあまりガチッと留めずに軽く押さえて固定をさせました。この固定も本当に全然目立たないように接着剤ももちろん使ってないんですけれども、使わずに目立たないようにうまく留められたかなと思います。繊細なレースなので、この背景に留めるという作業も本当に気を使いながら、神経を使いながら留めていきました。で出来上がったものがこちらなんですけれども、うまくこう額縁をくるくる回してもずれても来ないようにうまく留めることができました。かつ目立っとね、あんまりガチガチっと固定させずに少しちょっとこうふんわり浮いてるような感じでできたかなと思います。でもう全体がこの白いベージュのサテンのもので、形を作ったんですけれども、一番外側の額縁の部分に貼っているのは、少しこれパールがかってるんですけど、ちょっとあんまり分かりにくいんですけど、水玉模様のレザー素材のものを貼って、少し大人のクールさも出してみました。前後に当てるとこのサテンが美しく輝いて、かつこの真ん中のレースが浮いた感じに見えてくるんですよね。はい、こちらを本当に真っ白な綺麗な美しい玄関に飾っていただけるということで、小さいんですけれどもね、存在感もありつつ玄関に馴染むんじゃないかなと思います。この度はご依頼をいただきましてありがとうございました。